ついな。ようこそもう始まってますか。試練の館へ。こんにちは。先日はやってくれたね。そうですね。危うく大恥かくとこでしたよ。楽しかったんじゃないですか。まあ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 、なんとかドレッドは刺繍できたんでそろそろでも切った方がいいですけどね。そうそう、長ささすがにね、はい、長すぎるんでね。まあまあまあ、ということで、もうすでに響きの挑戦状というのはアップされてると思うんですね、はい、YouTube。 今回は社長の挑戦状ということで YouTube の着用動画考えたわけですよ。この前何枚ぐらい響きは1年間でヴィンテージ T シャツ着てるんだろうと、うん、そうでしたね1本の通常入荷の動画に対して約10着10着、はい、かけまあ300日、はい、ということは響きは1年間で3000枚ナインティーズ T シャツを着てるっていう。そうなんですよ。ってなるとワンチャンギネス狙えんじゃねえかっていうような。着用所持じゃないですからね。着用で言うと、うん、いや本当そうだよ。なかなか、はい、日替わりどころじゃないんでね、はい、ということなので、はい、厳しめにします、はい、こんなもん僕より正解されたらね、もう示しがつかん。頑張ります世界の車掌じゃなくて大阪の車掌になっちゃうあーちょっとちゃくなるんですかということなので15問緊張してるんですよ、なかなか、はい、あの響きの携帯の方にね、はいはい、投げていきますので、はい、前のルールと同じ行かせていただきますよ。バンティー縛りオフィシャルのみ。1問につきお手つきというか間違いは1回まで、2回目で答えれたらセーフ、はい、制限時間はなしです。1問に対して。なるほど。私当然調べたらダメよ携帯で。はい、まあそれはそうですね、はい、15問中13問以上正解じゃなければゴローズ募集します。あゴローズを売りに行って新しいカメラ買います。それはもう会社に寄贈してもらいます。なかなか高いですからね。はい、いいですか。いいですよ。はい、頑張ります。ほんまにゴローズ売らせますからね緊張しますね、はい、ほんまに緊張するでしょ。いやするっすね、はい、人ってされて初めて分かるんですよ。もういいですか。あ、いいですよ。いいですか。はい、第1問、はい、いきますよ。はいはい、レッチリ、レッチリのポートレート。正解です。あー、よかった。メンバーの間っすよね。あ、これはサービス問題ですよ。上の方に赤い文字入ってる。普段クールやねんかパンパン言ってよいやルカワみたいにパスパススリーボンド入れてよ。第2問です。サービスです。社員の私物って会社のね設備投資にしたくないですから僕も。ニルバーナ。正解。はい、丸いやつですね、赤、はい、はい、次、はい、バンバンいきますよ。はい、サンドガーデン。正解です。サンドガーデンですね。ブラックホールさん。はい、正解です。優しいですね社長は。いや今んとこねちょっと手震えますねはいはい、ガチやからねこれ。いやそうっすね、はい、いきますよ、はい、これが第4問です。ウィンドウペイン、パールジャム。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解です。ああ、よかった今何問目ですか。まだ4問目です。15分の4です。大学受験の途中緊張しますか。同じくらいじゃないですか。実際にこうやってリアルタイムでやるのと画面の向こうで余裕でやるのとは違うんですよ。だから僕も思ったわけですよこれ。あのもし僕が飲んでる、ね、居酒屋さんとかにたまたま、はい、たまに、ね、お客様とか、はい、あの近くの席飲まれてる時あるんですけど、いきなりこれ見せられてやってても絶対やらないですからねはい、次いきます。5問目です。第5問、はい、サービス。あ、スマパンですね。2人で写ってるやつですね、ホワイトボディに。正解です。はい、第6問、はい、これですね、あのストーンズ G ドラゴン着てるやつですね。ブードゥランジ、はい、すごいね。これでわかる。そうっすね、結構他選択肢出てけへん、ここまで拡大されてたら。いや逆、他何あるんすかね。何が出そうでした。黄色系のプリント多いやんか T シャツって。それこそ今響きが着てる T シャツの炎の部分、ね、あーまあプリントの質感が多分違うんですね、まあ、ね、質感色味がねちょっと、はい、次で第7問です。はい、はい、レッチリですね。あ、コジック、合ってるっすよね。正解です。よっしゃ、一瞬分からなかったっすけど、ね、そう、これ一瞬分からへんと思う。何の柄か分からなかったっすけど。ここから3問は最近弊社に入社した映像担当クリエイティブディレクターのズックンチョイスですので、切り取り方のね癖がもしかしたら、そうそう、あの多分俺らの切り取り方と癖違うのこれ。なるほど、 OK です。はいはい、はい、ハハハハ。
あ、分かったっす、マンソンっすね。すげえ。3人乗ってるやつですね、自殺の。スイサイド。はい、肩のとこですね。正解です。よかった。俺が普通のリアクションですげえとか言っちゃうと引っ張れないから普通に分かるんやってなっちゃう。いや、一瞬でも分かんないっすよね。これあの左上の抜きのとこなかったらなかなかきつかったっすね。左上の抜きなかったらただの黄色の縦割れやから。ウータンクランって言ってもそうかってね、これ。そうなんですよ。こちらいいですか。はい、第9問です。はい、フロムズックンです。発射します。はい、レッドゼッペリン。正解です。よかった。これ簡単ですね。宇宙船というかね、あれですね。はい、パンパン言いますよ。はい、第10問。はい、レイジドルサツ。え、違います。違うか。正解です。あ、よかった。ネイビーのあれですよね。そう、これね、ネイビーやからね。いや、黒白だったらこれ例えばサウンドガーデンのあの千手観音とかも入ってきちゃったりするんで、むずかったっすけどね。よかった。こっから5問は、はい、社長です。口が乾燥してきた。簡単かな。思いますか。今のところパーフェクト。そうですね、パーフェクトね。はい、11問目いきましょうか。あ、インセスティサイドですね。ニルバナ。正解です。はい、もうバンバンいきますよ。はい、第12問目。え、ホール。わかんないな、これ。ホール。正解です。あー、よかった。パーフェクトですね、今のところ。よかった。あと3問で。そうですね、パーフェクトですよ。パーフェクトっすね。いや、むずいっすよ、普通に。いきますよ。はい、スマパンのあれです、ね、これは簡単やったね。左のちょっと表情の部分を残しても社長の優しさですね。あ、優しさっすね、ありがとうございます。ほんまにそう。ラスト2問です。はい、これ奇跡のパーフェクト。はい、いきますよ。はい、フーファイターズ。お、はい、分かるんじゃん。はい、拳銃ですね。ラスト。ラストです。これ、ね、正解すれば全問正解です。いきますよ。はい、これは難しい。これ分かった、すごい、マジですごいなって思う、これ分かったら。だから全然調光して、調光していいですか。いいよいいよいいよ。うーん、むずいっすね。うちで販売したことあるんですもんね。ある、当然。すべて、グレートランド大阪のオンラインストアより画像を使用しております。ちなみになんですけど、はい、反転してるとかないですよね。俺と同じこと言うなよ。ないよ。あ、色反転もないし、角度変更もないです。あと、すべてフロントプリントです。マジか。これ正解したらすごい。僕の時みたいに、せこーく聞いてきてくるといいですよ。せこー、こすーい感じで。社長みたいにこすーい質問いいよ。いや、気になるのが、はい、わかんないんですけど、うん、まずボディが白なんか黒なんかでいうと黒っぽいなとは思ってるんですけど、ボディの色だって。そういう判断すんの。入ってないじゃないですか。なんでそんな知的な。いやいやいや、ボディの色がだって。さすが大卒ですね。ボディ入ってないっすよね。一瞬。あ、それ教えましょうか。ボディのカラーブラックっすよね。僕何も言ってないです。ヒントはあげますよ。いただきたいですね。これはもう4年ぐらい指定関係続けてますから、あの弟子っ子には僕の成し得なかったパーフェクトをね。ボディはブラックです。ブラック、ブラックしか存在しません。最初見た時に、うん、ホールのシルバーのハートのやつにかなって思ったんですけど、うん、はいはい、ただあれはね、あのブラックに対してバックステージパスのあれですね。そうす、縁がシルバーなんで、シルバーと赤、シルバーと赤の T シャツなんてあったっけな。かわいそうなんで僕からのヒントいいですか。はい、これね、拡大しちゃってるんであれなんですけど、シルバーじゃないです。シルバーじゃないですかこれ。グレーとかそっち系です。え、グレーですな。あ、言ったらあのあれでしょ、ホールのこうラメっぽいシルバーとか、あー、そうそうそう、スマパンのヴァンパイアのシルバーみたいな、はい、イメージしてるでしょ。そうですね、じゃないです。いや、なんだろう、マジで全然わかんないですね。左上のなんかよくわからん、こうキュッてなってなくてクッて上がってるとこが何なのかを突き止めたいんですけど、まあわかんないですね。それでヒントあげますよ。なんか聞いて、アキネーターみたいな、ヒビネーター。これってこの T シャツって高いですか。高いですね。スペシャル扱いですか。うん、ドスペ
ではないですけど、グレートランドとしては。ただ僕はすごく好きな T シャツですし、10万円アップです。赤、これってプリントのどの辺なんですか？そのどの辺、比較的下の方ですね。下なんですかこれ、はい、下なんや、はい、でボディブラックっすよね、グレーじゃないですもんね、ブラックで赤、ブラックボディだから、これグレープリントに赤プリントです。結構ね、着る人選ぶデザインですね。あのバンドっすよね、もちろん。もちろんバンド。参観日には着ていけないかな結構着ていけないかな。親御さんとご挨拶行くときとかも着ていけない。お正月も着れないかな。僕は着ますけどね。いやまあそれは最後のはあんまりね、ヒントになってないですけど。いや、普通に社長がこれ出されて分かります？絶対分からないですだから15問目ですよ。でも正解してほしい。俺としては、いや一応も14問正解してるから、そのペナルティはないわけですけども、どうせなら、あ、そっか、どうせならパーフェクト。僕も響きも私物として来たことはないです。今グレートランド大阪の店頭には在庫ないです。でも売れたってことですよね。なんかね、ある日突然すごく売れるようになった気がする。オープン当初はそんなに。すごく今心が折れそうわかんないですね。高い T シャツって比較的限られてくるんですよね。ニルバーナではないと思う。ちょっとこれ難しすぎたんで、このまま継続で違う箇所を今もう一回聞いとって送りましょうか。あ、いいですか。こういう優しさがあってもいいじゃんって僕は思うわけですよ。いやこれむずいな。もう一箇所送りましょうか、はい、優しいなよ俺。送りますね、はい、いきますよ、はい、だからついになってるわけですよ。ハートシェイブドボックスってこの色じゃないですもんね。だって違います。ちゃうっすよね。違います。これだから、はい、5秒で答え分かったら絶対答えれんねんけど、10秒以上長考しちゃうと分からんくなるよね。いや分かんないですね。だってこう下の方っすもんね。いや分からん、分かんないですね。分かんない、分からないちょっと もうワンヒントいきましょうか。はい、いきますよ、はい、これでも分かるんちゃうかな。今2枚送ったでしょ、はい、今から送るやつをエグゾディアみたいに出したら多分答えが出ますはい、いきます、どうぞ。これエグゾディアみたいに足して。オフィシャルっすもんね。オフィシャルです。ジャイアントです。もう大サービスやで響き、はい、これでエグゾディア完成や。これ 4枚足してみんよ。ちょっと待ってください。いや、こうっすよね、こうっすよね。エグゾリアって知ってますの？わかるっすよ、あの遊戯王カードですね。そう封印されしのやつ。背景赤っすよね。ん、体、頭、あ、L7 詰める。L7 ファイナルアンサー。はい、正解です。3枚目の左上のちょっと緑入ってるじゃないですか、ピッコロさんね。いやでもこれ分かんないですって。これ4枚合わせたら、まあそうっすけど、いいことができる。いいことができてるっすね。いいことができるっていう。いや2枚目でもこれ分かんないと思うっすね。どうなんでしょう、僕があんまり頭に出てこなかっただけなのかもしれないですけど、3枚目と4枚目でまあちょっとイメージがねするかなっていう感じで、まあ一応15問全問正解という形で。ちょっと悔しいですね。悔しい、悔しいですね。最後パッていきたかったですけどね。最後締めてください。これ問題出されてる人が締めなあかんというわけ、僕はルールが。ああどうだったんですかね、皆さん結構楽しんで見ていただけたらよかったんですけど、はい、まあ、皆さん何問正解できたかっていうのをコメント欄にそうよ、ね、いただけたら。これでも僕より速いスピードで15問正解できたらマジでめちゃくちゃ知ってると思います、いいシャツ、うん、特にラスト15問目は難かったっす。はい、こういうの動画もどんどんアップしていきます、はい、次、笛さんにやらしてみるとかでもいいと思いますし、うん、人変えるのもいいと思いますし、うん、僕ちょっと思ってるのは別に普通にジャンル広げてやったらいいんじゃないかと。地獄やってジャンル広げてでもその1着しか販売したことないとか抜きにして、はい、例えばそのバドワイザーのカエルとかね、2人とも来てますし、あのラインとかはいいのかな。じゃあ次も次から僕の方に振ってもらえればと思います、はい。
ありがとうございます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ちょ最後チャンネル登録といいね言って。チャンネル登録いいねボタンよろしくお願いいたします。なんで最後簡単に。グレートランド響きでした。